こんにちは中学受験の算数ほぼ全範囲をたった一つの公式 OK で解いていきます OK 覚えれば中学受験は楽勝早速やっていきましょう今回の問題はこちら OK を使って解きますまず問1毎秒 30m の電車が電柱の前を通過するのに 6秒かかりました。この電車の長さは何メートルですかまず状況を確認。この電車、毎秒30メートル。電柱の前を通り過ぎる。こんな感じ。電車の先頭に注目すると、6秒でここからここに移動した。この距離が電車の長さになる。では、解きます。 これが OK。速さの問題は数字と単位がどこに入るか決まってる。木は距離。葉は速さ。字は時間。で、右下は1。覚え方は木は時間。木は育つのに時間がかかると覚えよう。で 問題文の数字と単位を入れるまず速さ毎秒 30m「は」に入れる時間は6秒「じ」に入れる何メートルは「距離」「木」に入れるこれですべて埋まった横のルールを確認横は単位が揃う 速さの2つの単位。斜め線の上は上と単位が同じ。同じだね。斜め線の下は下と単位が同じ。よって1の単位が秒となり、上も下も単位が揃ってる。OK、完成。右下と何メートルを手で隠して、残った数字が 斜めに並ぶ。斜めはかける。三十かける六で百八十。何メートルが百八十メートルとわかる。答え百八十メートル。2> 問いに。長さ百五十メートルで毎時九十キロメートルの電車が長さ。 350メートルの建物の前を通過するのに何秒かかりますかまず状況を確認。この電車、毎時90キロメートルで長さ150メートル。で、350メートルの建物の前を通り過ぎる。こんな感じ。電車の先頭に注目すると、ここからここに、 移動した。この時何秒かかったかを出す。では解きます。OK 書いて、木は時間1。で、問題文の数字と単位を入れる。まず、速さ毎時 90km、波に入れる。次に距離。点が移動した距離は、 ここからここまで。電車の長さと建物の長さを足せばよい。150足す350で500。500メートルを木に入れる。時間はわからない。何秒を字に入れる。これですべて埋まった。横のルールを確認。横は単位が揃う。 は、速さの2つの単位。斜め線の上は上と単位が同じ。ところがメートルとキロメートルで揃ってない。今回はキロメートルに合わせてみよう。500メートルを単位換算して0.5キロメートル。斜め線の下は下と単位が同じ。なので1の単位は時間。1時間。 ところが、下同士の単位、時間と秒で揃わない。今回は秒に揃えてみよう。1時間を単位換算して3600秒。上も単位換算しよう。毎時 90km は1時間で 90km 進むということ。3600秒で 90km 進むと言っても同じ。 これで上も下も下単位が揃った、OK、完成右下と何秒を手で隠して残った数字が横に並ぶ横は割る右下が1でないので反対にかけると書く0 5 ÷ 9 0かける3 6 0 0 今回は計算一緒にやってみよう。分数で解いたら楽。長い線書いて0.5は5 10分の5。90の前は割るなので分母にかける90。そして分子にかける3600。で、約分。10で割る。10は1。3600は360になる。 90, で割る90は1360は4になる最後に残った5と4をかけて20何秒が20秒と分かる答え20秒問3長さ1 2 0ルの電車が木の前を6秒で通り過ぎました この電車の速さは毎時何キロメートルですかまず状況を確認。この電車、長さ120メートルで木の前を通り過ぎる。こんな感じ。電車の先頭に注目すると6秒でここからここに移動した。この時の電車の速さを出す。では解きます。OK 書いて。 木は時間、1。で、問題文の数字と単位を入れる。120メートルは距離。木に入れる。6秒は時間。字に入れる。毎時何キロメートルは速さ。葉に入れる。これで全て埋まった。横のルールを確認。 横は単位が揃う。は、速さの2つの単位。斜め線の上は上と単位が同じ。ところが、メートルとキロメートルで揃ってない。今回は、キロメートルに合わせてみよう。120メートルを単位換算して、0.12キロメートル。斜め線の下は下と単位が同じ。なので、 1>, 1の単位は時間1時間ところが下同士の単位時間と秒で揃わない今回は時間で揃えてみよう6秒を単位換算して3600分の6時間これで上も下も単位が揃った OK 完成右下と何キロメートル毎時を手で隠して 残った数字が縦に並ぶ縦は割る,割る分の6今回も一緒に計算やってみよう長い線書いて0.12は100分の123600分の6の前は割るなのでひっくり返ってかける6分の3600。 で約分、100で割って100は13600は36になる6で割って6は112は2になる残った2と36をかけて72毎時何キロメートルが毎時7 2キロと分かる答え 毎時 72km はいこれで今回の授業は終わりですそれではぜひ残りの動画も見ていってください